C4 型光合成。C 型光合成。C4 型光合成とは、光合成の過程で一般の CO 還元回路であるカルビン・ベンソン回路の他に、CO 濃縮のための C 経路を持つ光合成の一、形態である。C 経路の名は、CO 固定において、初期産物であるオキサロサクサンが C 化合物であることに由来する。C 型光合成を行う植物を、 C 植物といい、遺憾多場小細胞にも発達した葉緑体が存在するのが特徴であ。これに対して、カルビン・ベンソン・カイロしか持たない植物を C 植物という。1950年代及び1960年代初頭に、ヒューゴピーコーチャック及び有利カルピロフによって一部の植物が立証されている C 型炭素固定を使わずに、最初の段階でリンゴ酸及び アスパラギ酸を生産していることが示された。C 経路は最終的にオーストラリアのマーシャル・デビッドソン・ハッチと CR スラックによって1966年によって詳細に解明された。このため C 経路はハッチイコールスラック回路と呼ばれることもある。C 植物は高温や乾燥などの気候が閉じがちになる条件下では CO を集めにくくなるが、 C 植物はそうした条件を回避して、気候を明け、CO を固定しておくことが可能である。高温や乾燥、低 CO、貧質素土壌といった植物には過酷な気候下に対応するための生理的な適応であると考えられる。当初は炭素数4のリンゴ酸が初期産物だと思われていたが、後に誤りであることが分かった。乾燥などの悪条件がなく、 気候を閉じておく利点が特にない環境では、COO の固定のために、C 植物に比べて余分のエネルギーが必要になる。したがって、そのような環境にはあまり適さない一方で、乾燥した草原や畑の作物としては、望ましい性質であると言える。作物では、トウモロコシや雑穀類が C 植物であり、稲や小麦といった主要作物は C 植物である。 他方で、熱帯で農業に、甚大な被害をもたらす雑草の中には、作物より、よく環境に適応した、C 植物が含まれている。以上のような C 植物のメリットを踏まえて、主要作物を C 化する研究が行われている。C 経路には大きく分けて3種類あり、これらのうちどの経路が、主な C 用農縮機構であるかによって、C 植物は3つのサブタイプに分類される。 どのサブタイプも、羊肉細胞で、ホスホエノールピルビン酸、ペップ 2CO、真の基質は、箱を固定し、オキサロサク酸、炭素水4を生成し、その後様々な物質に変換され、イ異関多場小細胞で脱炭酸酵素によって、COO が再放出され、カルビン・ベンソン回路に取り込まれる。以下の3つのサブタイプの名称は、イ異関多場小細胞で CO を再放出する際、 脱炭酸に働く酵素名によてつけられている。なお、ME は、リンゴ酸酵素の略である。トウモロコシ、サトウキビ、ソルガム、ススキなどがこのタイプに含まれる。ナドップ ME 型はまず羊肉細胞の細胞質基質で取り込んだ CO を吸わさせ、箱にし、それをペ、ペップとペップカルボキシラーゼ、ペプックを用いて、オキサロサク酸にする。 オキサロサク酸は葉緑体に取り込まれ、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ、MDH の働きによって、直ちにリンゴ酸、炭素数4還元される。この還元力には、ナットフが利用される。リンゴ酸は葉緑体から細胞質基質へ放出され、濃度勾配に従って、原形質連絡を経由し、遺憾多場小細胞へと移動する。遺憾多場小細胞で、 リンゴ酸は葉緑体に取り込まれる。リンゴ酸はナドップと反応してピルビン酸炭素数酸となり同時にナットフと CO が生成される。この脱炭酸の際に働く酵素がナドップ、リンゴ酸酵素である。ここで生成された CO はカルビン、ベンソン回路に入る。またピルビン酸は遺憾多場症細胞の細胞質機質へ放出され濃度勾配に従って 原形質連絡を経由して、羊肉細胞へと移行し、ここで葉緑体へ取り込まれる。取り込まれたピルビン酸は、ATP のエネルギーを用いて、再び、ペップとなる。ピルビン酸を、ペップにする際に、ATP が利用されるが、この反応を触媒する酵素を、ピルビン酸、リン酸、ジキナーゼという。PPDK は、ピルビン酸と、無機リン酸を、ATP のエネルギーを使って、 ペプトロリン酸に変え、ATP は、高エネルギーリン酸結合を2個ない AMP となる。この AMP を ATP に戻すために2分子の ATP が用いられる。したがって、ナドップ ME 型では1分子の CO の宿に2二分子の ATP が必要である。キビ、四国ビエなどがこのタイプに含まれる。など ME 型はまず羊肉細胞で、取り込んだ CO を吸いさせ、 箱にし、ペプックを用いて、ペップをオキサロサク酸にする。オキサロサク酸にに、網の素が付加しアスパラギン酸となり、濃度勾配に従って、原形質連絡を経由し、遺憾束症細胞へと移行する。遺憾束症細胞において、アスパラギン酸はミトコンドリアに取り込ま、脱網の反応によって、再びオキサロサク酸となる。オキサロサク酸は、などによって、リンゴ酸へと還元され、 リンゴ酸は、など、ME、など、リンゴ酸酵素によって脱炭酸反応が起き、などとピルビン酸と CO を生成する。CO、o、は、核酸によって密接して並ぶ葉緑体へ移行し、カルビンベンソン回路で再固定される。ピルビン酸は、細胞質基質へ放出され、網の元が孵化されて、アラニンになる。アラニンは、濃度勾配に従って、原形質連絡を経由し、 羊肉細胞へと移行する。羊肉細胞においてアラニンは、再び脱アミノ化されて、ピルビン酸に戻り、洋緑体へ取り込まれる。この後は、ナドップ ME 型と同様に、二分子分の ATP エネルギーを使って、ペップへと戻る。など ME 型においても一分子の CO 濃縮には、二分子分の ATP が必要である。PCK 型とも言う。ギニアグラス、ローズグラス。 肉きびなどがこのタイプに含まれる。ペップ c イケー型は脱炭酸酵素に、ホスホエノールピルビン酸、カルボキシキナーゼが使われている。ペップ c イケー型の CO 濃縮機構は非常に複雑である。また、現在考えられている機構においても、羊肉細胞と遺バシ場ウ細胞との間で網の元のバランスが取れないなどの矛盾が指摘されており、まだ完全に解明されているとは言えない。 C 植物の葉の横断面を観察すると、イカンタバの周りを取り囲むように、イカンタバ小細胞が配列し、その周りを葉肉細胞が取り囲んでいる様子が認められる。これはまるで花輪のように見えるので、クランツ構造を。クランツ、ドイツ語で花輪の意味と呼ばれている。C 植物では、このようなクランツ構造は認められない。C 植物の葉緑体は、 葉肉細胞では発達しているが、イカンタバショウ細胞ではあまり発達しない。しかし、C 植物ではイカンタバショウ細胞にも発達した葉緑体が存在するのが特徴である。この C 植物は一般的な植物である C 植物に比べイカンタバショウ細胞が発達しており、この中にも葉緑体が存在する。そのため C 植物は 通常は、羊肉細胞で行うカルビンベンソン回路を、遺憾多場所細胞を行う。C 植物は、ルビスコを用いて、CO を固定するのに対し、C 植物は、ペップックを用いる。このことは、光呼吸の面からは、有利に働く。通常、C 植物の CO 保証点は40から 100ppm であるが、これは高温になると上昇し、大気中の CO 濃度、 350ppm に近づく。そのため、成長速度が制限される可能性が高くなる。一方、C 植物では、CO 保証点は2から 5ppm と低い。また、C 植物は、C 植物に比べ水分使用率、光合成に利用する水と蒸散で失う、水の比が高い。これは、半乾燥状態での生育が可能であることを意味する。さらに、 C 植物は C 植物に比べ窒素利用効率が高い。この要因として一つは C 経路による CO 濃縮機構によりルビスコの起きしげーゼ反応がほとんど起こらなくなることが挙げられる。この結果ルビスコの生成量が少なくて済む。ルビスコは量的に C 植物では全タンパク質の50%ほどを占めるのでルビスコの量を節約できる。 C4 植物は窒素利用効率が高くなる。もう一つの要因としては、光呼吸による窒素の再放出が起こらないことが挙げられる。加えて C 植物は C 植物に比べ、光利用効率も高い。過剰な光は高化学系 E や光化学系 I の還元力を蓄積させ、活性酸素を発生させるので、植物にとって害となるため、光を 傾向や熱として散逸させたり、光呼吸で還元力を消費させたり、周光アンテナの効率を悪くさせたり、飛散とフィルサイクルすることにより、強光から自身を防御している。C 植物は C 経路によって効率よく炭酸固定が進むため、C 植物と比べると、光化学系 E や光化学系 I の還元レベルが光合成の立足段階とはなりにくい。このため、 C 植物が利用しきれないような量の光も利用できる。これらの理由から、高温、乾燥、強光した貧血素土壌では、C 植物は C 植物に比べ有利である。ただし、前述のように、C 経路で ATP が二分子余計に必要になるため、光呼吸の影響が少ない地域では、C 植物が有利である。C 植物は、白亜き、 およそ1億3500万年前から6500万年前に初めて出現したと言われている。しばらくは細々と生育していたと見られるが、700万年前に著しく増加した。この時期は大気中の CO 濃度が著しく減少した時期と重なる。低 CO 濃度条件においては、C 植物よりも光呼吸が少ない C 植物の方が、 生育に有利である場合が多い。こうした事情を踏まえて、C 植物は低 COO に適応して進化したという説もある。また、前述のように、C 植物は水利用効率が良いので、乾燥に対する適応で進化したと考える説もある。ところで、C 植物は多元的に進化していることが知られている。すなわち、進化の起源が複数ある。 単子用植物と総子用植物の両方に C 植物が見られることから両者が分かれる前に騎士植物には C 植物に特異的な一連の遺伝子群が備わっていたと考えられる。つまり C 植物ではその遺伝子群の発現のスイッチがオフになっており C 植物ではオンになっていると考えることができる。実際に C 植物の稲などでは C 経路では働くが 新植物の光合成には関与しないペプック、PPDK などの遺伝子の存在が確認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。